こんにちは、トコチャンネルです。今日はクリスマスファイルの続きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、こっちが上だから、その裏面に今度は四隅に両面テープを貼っていきたいと思います。5ミリ、1センチ上だな。あ、いるわ。5ミリ、5ミリ。よいしょ。それでさっき貼ったところを一回貼って、この辺はね、もうそんなに丁寧じゃなくてもね、くっつきゃいいレベルで見て。で、こっちに寄って。次はこっちへ寄ってもらって。うん。最後にこう寄ってもらって。すでにもう引きつってる。貼るのが不安になってきた。まあでもね、枠のとこしか見えないシーカーなんで、多少はね、雑に作っても大丈夫だと思います。で、ちゃんと両面テープを貼って、よいしょ。その前にこれはね、ここまで作ったけど、これ貼ってないよね。これ貼らなきゃ。これもね、1センチでいいか。前は糊でピチって貼ってたんですけど、糊で貼らんでも両面テープでいいだろうっていう。その甘い考えでね。作業しているところが見えない。よいしょ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 。でも、ページのペーパーは糊で貼っていこうかなって思ってます。一応、念のため、真ん中に1本ぐらい。いや、2本ぐらいの上かな。2本ぐらいね。で、またヘラでしっかりね、くっつけて、下がベロンベロンってここに貼っていきたいんですが、位置合わせをしたいので。どこがセンター？ここだよな、せんの。ここだよな、せんの。
置いとかないと分かんなかった。左右はこんなもんでいいのか、上下もこんなもんでいいか。じゃあこの辺で位置決めして、よいしょ。あとは両面テープを剥がすだけ。剥がすのね、クリップ剥がすのがいまいち苦手。まあでもこうやって持って剥がせば剥がしやすいのか。置いて剥がすときはね、もうヘラ使っちゃうんですけどね。とりあえず先に貼ってもらって、いいね。まあ見えないとこなんでね、だいたい真ん中でね、一応絵の見える確認だけね。A 自体が真ん中じゃなかったな。真ん中にしたつもりが、ちょっと、右寄りだったね。なかなか難しいですね、そういうの合わせるの。なんで、ここの前に、今貼ったね、これを。乗せちゃうと、こういうふうに。これはね、乗せちゃうって言うと、もう真ん中にベント貼るしかないから、見えないよね。貼っちゃうしかないんですよね。ヘラでね、こう綺麗に貼れるのか。あとは下に全部行ってもらって、角に入れ込むと、ちょっと、どっか行って。いっぱいの紙ゴミ箱ですね。で、あとはもうまっすぐに、まっすぐに貼っていくだけ。多少ちょっとシワが入っちゃったけど、その辺は気にしない。で、あとこれをビシッと被せて終わりなんだけど、終わりじゃないです。で、このジャバラファイルに、ね、紙を貼りたいんですけど、クリスマスのね、これは折り紙です。これをね、ここにベシーっと貼りたいんだけど、サイズ的にちょっと足りんかな。ちょっと足りなくてもいいか。これはね、糊で貼っていこうと思います。糊って、どこ行った？私の糊の下敷きちゃん。よいしょ。
ぐしゃぐしゃに出して。で、どっちが表だったっけ？右はどっちでも。ちょっとこっちが表だったよね、確かに。そんな気がする。こっちにね。のりで、ちょっと特に角がね、しっかりとね、剥がれないように。あと、丸いところもね、ちゃんとね、くっつくようにして、塗って、よいしょ。で、これを、剥がします。そして、これに、のりがべっちょいってはみ出して、これを、よいしょ、ちょっと待って、足に合わせて貼りたいんだけど、足に合わせて貼りたいんだけど、いいか、このままで。手がベタベタしちゃった。よいしょ。そうそう。刷毛がね、出てきたんだ。刷毛を使えばいい。刷毛を使います。多少ずれちゃうのは、あ、何これ、こんなとこに汚れないで。ちょっとピンチ。ここの画用紙がちょっと破れたよ。だから、こういうときはね、ボンドちゃんでね、じっと出してね、よいしょ、ちょっと修復。なんで修復するかっていうと、ここはね、浮いてる、この、縁しか止めないんで、こっちには。で、またね、カッターナイフで、ちまちま、切ります。どっから切ろうか。切ってるとこってね。すぐ手前でやっちゃうからね。よいしょ。はい、切れました。くり抜き。で、あとは、余った部分を、切っちゃいます。端赤いの残ってますけど、まあ、こういう感じで枠になります。で、あともう一枚あるんですけど、
こっちはね、12、15、まあ、これ15だから、そうだね。15だから、12センチ、んー、どっちが上なんだ？上じゃないね。12センチ。よいしょ。10センチのところに合わせて、12センチに、おー、ずれちゃった。12センチに切ります。で、まずはこれをつけていきます。どっちがいいのかな。5ミリがいいか1センチがいいか。でも1センチって大丈夫だよね。1センチで貼ろうか。1センチは確か取ったはずだから。定規さんのとこ行った？あ、あったあった。糊がペタペタしてるのまだ。ギリギリ見えてないね。よかった。見えてたら別に買ったないので削るだけなんですけどね。で、どっちがちょっとこりか。どっちが上下でもあんまり影響のないからなんでね。よいしょ。じゃあ貼り付けていこうと思います。老眼鏡に見えなくなってる。大変。大変大変。こんなもんでいいか。こんなもんでいいか攻撃。で、あとは、していきます。ゴミ箱をしたらへこんだ。よかった。ね、剥がしにくいでしょ。こういう時にね、ヘラちゃんをね、こうやってチュシュシュって、見えてないね、ヘラだと浮くのよ。よっ。ラスト、これでヘラちゃんで浮かしてピッと。で、あとは、あとはちゃんと合ってるよねーって思いながら、思いながらね。よいしょ。よいしょ。貼っていく。貼るとそんなに
そんなにシャカシャカ動かないんだけど、一応シェーカーね、ぽい。ぽい。めっちゃ動くよっていうね。これをしっかり貼り付けて、下に切るか下はできないけど、ちょっとどうしようか。よいしょ。というふうに、まあ、前面ができて、背面はまず磁石をね、つけたいなと。で、磁石さんどこ行った？よいしょ。ね。表紙に、ファイルの表紙は2センチ使ったんですけど、これには1センチを2本使いたいと思います。幅が多分11なんで、まあ、じゃないわ。15なんで、何センチぐらいでいい？9センチぐらい？ 10 センチぐらいでいいか。センチぐらいで、これもハサミちゃんはちょっとごつめの、ちょっとねでかいハサミで切ってあげると刃が傷まないというかね、普通のハサミで切っちゃうとね弱いんでね。2本で準備します。で、今度は後ろ向きにして、ね、10センチだから、2.5、2.5。で、高さが12センチだから、2センチぐらい上げればいいかな。大体のね、貼る位置。2.5 の2センチぐらいなんで、この辺かな。この辺、もうちょっと上でいいか。この辺か。これはね、見た感じで、好きに貼ってください。なんかちょっと斜めってような気がするけど、まあ気にしない。上もね、だいたい見た目で見た目で貼っちゃいました。で、よいしょ。しっかりとね、しっかりとしっかりとくっついてもらわないといけないんで、よいしょ。しっかり押して、で、さっき切ったこれ、もう全然余白作ってません。もうぴったんこって言ってもいいぐらい。でも折り紙がちょっとちっちゃい、だからこれを貼り付けてきますけど、これも、糊でやっちゃうと、ここのところ浮いちゃうから、どっちみち、両面テープで貼っていきます。よいしょ。よいしょ。もう老眼が進んで本当に見にくい。まあ、老眼鏡つけてるんだけど、多分合ってないんだろうなと思いながら、見にくいから。ね。
で、あとそれをね、貼るときに、真ん中だけね、くっつくように。これは2本じゃなく、真ん中1本だけね。だいたい真ん中もだいたいでいい。だいたいでいいと思います。だいたい今。だいたいばっかり言っていいから。今ふとね、5ミリの両面テープどこ行ったと思ったから探したの。関係ない時にふとね、思い出すという。ビヨーン、ビヨーン。さっき剥がすのめんどくさかったからな。全部剥がしていこうかな。全部剥がしていこうかな。あ、でも位置決めるのめんどくさい。めんどくさい。決めなきゃいけないから。こうやってしとこう。剥がせるようにしとこう。剥がせるようにしといて。剥がせるようにしといて。で、これ、ね、磁石に置いてきちゃうんだよね。決めて、どういうことか、大丈夫かなって。大丈夫じゃないね、大丈夫じゃないね。貼っちゃったけど全然ずれてるね。なんでずれるの。こう持ってきたいから、こう持ってきたいから、この辺に貼れるんだよね。そうするとこの辺がこう、いい感じになる。よしよし、こんな感じかな。あ、真ん中がついちゃった。あ、なに、先に真ん中がついちゃった。真ん中剥がしたからな。よいしょよいしょ。よいしょ。なので、両端さんをつけて。で、これでね、上まで行っちゃえみたいな。この、待ちの部分はね、もう貼らない方針で行きます。って言っても、これはみ出しちゃったよな。下がずれちゃったもんな。下ちょっと、ずれちゃった。あんま気にしないけど、探しは。このはみ出しは嫌だよね。このはみ出しは嫌だから。こうか。これはちょっとね、切っときましょう。よいしょ。で、うん、表裏こんな感じで磁着が仕込まれてて、あと蓋。蓋はね、さっき切ったやつで、この でかい方、短い方じゃなくてね、これもね、3センチだから、3センチで、もう、
余分じゃない、余白作らず、びっちり3センチで切っちゃいます。他のところはちゃんと余白は作ったりしますけどね。今回はです。接着しようかなと思ったけど、まあね、それはちょっとなしで。で、これも、もう両面テープで貼っちゃいます。1センチ。サンタさんの正面も広いで、蓋に貼ります。で、まあこんな感じになる。で、あとは、角丸。角丸をしたいと思います。M でね、角丸の M で。こんな感じになります。で、とりあえず蛇腹をつける前に、もうタックピースつけちゃいます。順番はね、蛇腹つけてからでも何でもいいんですけど、なんとなく形になってる方が嬉しいかなっていう、また私のね、自分へのモチベーションで。セリアさんのマグネットタックピース。違うな。で、今回ね、普通蓋につけるんですけど、蓋につけようか。蓋に、髪の毛が、紛れ込む。取れない。ずれちゃう。蓋のね、こう端の方にね、つけます。なぜかっていうと、あのね、シェーカーの方にね、ついてほしくはない。で、この時もね、ちゃんと5ミリと、5ミリをしっかり立たせて、で、合ってるなと思ったらピッと。これでね、
そうついてるね。なんかちょっと位置がずれてるけど、まあいいか。これで、まあ、蓋ができると。まあ、こういうやつをね、表紙の裏にベチッとつけたいなと思います。あと、蛇腹をね、今度作らなきゃいけない。蛇腹を。なので、ちょっと蛇腹の準備をします。はい、今日はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。